さあ今回の大石解説は特別バージョンです。2024年、皆さんに少しでもね生活防衛していただきたいという思いも込めて、今日はこんな先生お呼びしました。先生お願いします。こんにちは。どうもこんにちは。さあスラッとした先生がやってまいりました。どうぞこちらに。あ、はい、はい、自己紹介お願いします。お得オタクのシンポイと申します。よろしくお願いします。お得オタク、言い踏んでるわけですね。そうですね、はい。さあこのシンポイ先生なんですけども、ちょっとこちら、はい、ポイ活の帝王となってますが、帝王って言われてるんですか。まあ言われてます。言われてるんですね。これもポイ活歴6年で、はい、ポイ活インフルエンサー、はい、X でフォロワーさんが8万5千、はい、で10週以上のポイントサイトで累計5000万円分ポイントを獲得した。これ一桁間違ってません。間違えてない。間違えてない。何年ぐらいで5000万円ですか。6年なのでだいたい5年ぐらい。5年ぐらいで。え、すいません、あのお仕事は何さ。これだけ。え、ポイ活だけですか。ポイントで生活します。他に何か仕事をしてて。いや全然全然。これ副業じゃなくて。これ本業です。本業。すいません、本物です。この方本物です。だってこれポシャっちゃったら生活大変ですもんね。そうです、そうです。じゃあ人生かけてるんですね。うわー、わかりました。じゃあ先生よろしくお願いします。先生ね、はい、ここに写真が掲載されてます。購入リストって書いてあります。トイレットペーパー、柔軟剤、食品までいろいろありますけども、これどういうものなんですか。これはもう本当に日用品で、はい、今月を利用するものだけを買ってますけど、はい、まあ、親孝行してますので、はい、親の部分を一緒に買ってます。はあ。で合わせて72点購入して、はい、通常45,250円か、はい、24,000、はい、717円で、買えちゃいます。ほぼ2万円得ですよ。そうです。え、なんでこんなに得しちゃうんですか。キャンペーン組み合わせて購入するとこうなる。できます。すいません、キャンペーンの組み合わせってどういうことですか。ウェルシアってあるんですか。はい、ウェルシアに20日に行くと T ポイント、あとワンオンポイントを持っていくと、はい、1.5 倍になります。はい、例えば、1万ポイントをお持ちであれば、はい、1万5000ポイントを買えるので、はい、めちゃめちゃ多く。各社のキャンペーンやってるので、はい、そのキャンペーンを合わせると、はい、ポイント。へえ、もうだから二刀流三刀流みたいなもんで、そうです。で合わせ技でここまで安くなる。まあ、いや面白いな。でこれ。ポイント獲得内訳、これ過去3年のデータが出てますが、はい、2021年は520万円、はい、2022年1300万円分で、2023年は1650万円分ポイント獲得して得したってことですか。そうです。今サラリーマンの平均所得って400万円台ですよ。もう2021年の段階でそれを上回るポイントを獲得した。はい。え、なんで1000万円超えるんですか。これなんでですか。まあ、インフルエンサー、インフルエンサーとしても活動してますので、はい、そちらでもらえるポイントもあるので、まあ、このポイントがたまってます。今ね、賃上げ賃上げって言われてますけども、これだけ倍近いね、で1300万から1650万円まで上がる賃上げってないですから、そういう意味ではこのポイントをどう獲得していくのかって大事ですね。言われてみればそうですね。ね、あんまり実感逆にないのかもしれませんけども、じゃあちょっと先生ね、はい、どうやってポイントをゲットしてきたかということなんですが、はい、新ポイ流、今日からポイ活1年で36万円ゲットへの道というのがあります。まずその1、クレジットカードを発行する。これどういうことなんですか。
これは、まあ、ここに書いてるあのポイントサイトを、はい、まあ、使っていただくんですけど、ポイントサイトを使ってそこを経由してクレジットカードを発行することによって、はい、ポイントサイトのポイントをもらえるのと合わせてクレジットカード会社のキャンペーンと合わせて、それの二重取りが可能になるので、まあ、ここには1万5000円のポイントって書いてるんですけど、例えば CM で楽天カードを作りたいと思って作ると楽天カード会社がないですね。それがこちらも入るので倍ぐらいお得になる、知識の差し方お得になります。え、ちなみにクレジットカードって何枚ぐらい持ちますか？100枚ちょっと。100枚持ちすぎじゃない？持ちすぎですね。じゃあ 6年持ち、6年で、そうです、100枚。でもその100枚をうまく組み合わせていけば、そうですね、そうです、できます。いや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 、僕はもう逆にこの後ポイントサイズ使って、はい、スマホ1台というか、逆にクレカを少なくしてきたんですけども、僕は逆行してましたね、じゃあ。はあ。そしてサブスクに登録すべしということなんですけど、サブスクに登録するとどういうメニューがあるんですか？例えば、はい、あの、まあ、皆さんですか、ディズニー、ディズニーチャンネル、ユーネクスト、はい、あれの無料体験で1ヶ月無料あります、あります。それをポイントサイト経由を経由して利用すると、まあ、これ一例なんで5000円分のもらえたりします。無料期間、つまり無料で、まあ、5000円分もらえたりするってことですよね。知らなかったです。そして3つ目、外食モニターとアンケート、これなんか聞いたことありますよ、はい、これはもうここに書いてあるカレーとか、例えば、まあ、皆さんが好きなとんかつ屋さんとか、そういったものがモニターサイトがあるんですよ、はい、でそのモニターサイトを経由してそちらを利用すると、まあ、そこにアンケートとかですね、まあ、そのいろいろ答えるものは写真を撮ったりとかあるんですけど、それをすると5000円、5000円食べて5000円ポイント取るので、実質ただただですね、ただ食いみたいな感じですよね。ちなみにアンケートってどんなアンケート？例えば料理の美味しさ、店員さんのサービス、はい、料理のスピード、そういうところをこうアンケート、まあ、ネットで全部答えるだけです。あ、しかもネットなんですね、スマホで。じゃあお手軽ですね。グルメリポートしろとかそういう難易度が高いアンケートじゃない。誰でも答える、自分の感想を述べるだけで。へー、誰でも、はい、そしてこれやってる方いらっしゃると思います。はい、楽天のふるさと納税、はい、こちらは、こちらはまあ、楽天のスーパーセール、あの楽天のマラソン月1、2回あるの で、その時に購入すると、まあ、プラスの動画といえば、まあ、2000円の自己負担なんですけど、まあ、そちらを使うと楽天のポイントが倍率が上がって2000以上のポイントが入っているんです。ふるさと納税してもお得なのに楽天でやると楽天ポイントが入るので、さらに楽天のクレジットカードを使えば楽天カードのクレジットポイントが入りますので、はい、13でどんどん入ります。だから、まあ、情報をたくさんゲットして、まあ、先ほどからお伝えした二刀流三刀流組み合わせ術ってことですかね。面白いな。そして支払いはクレジットカードで、やっぱこれ基本なんですか？これは基本です。本当あらゆる公共料金や税金、はい、ガソリン、家賃とかもクレジットで払える時代なので、はい、それを ひとまとめにすることによって、例えばこれは30万円を一例にしてるんですけど、クレジット 1% の還元であれば3000円のポイントがもらえるよということで、こちら一例出さす。そうか、だから生活費を、まあ、1枚のそこはクレカに集約すると。そうです。そうするとこれだけポイントを作ろうと。月3万円、12ヶ月、36万円分お得するんだ、これで。スマホ一つでできるので、はい、もう隙間時間もできちゃうので。わかりました。そして、ポイントは何か、ここにも書いていますが、新宅さん、何ですか、ポイントは。皆さん大好きな、お金ですよ。お金なんですね。みんな大好きですよ。
それはそうですね。ポイントイコール種なので、ぜひ今日から取り組めるそうか、コツコツ貯めると暮らしが変わるもんですか。もうその一人、ぜひ今から取り組めるのでぜひやってほしいですね。ねえ、なかなかね、景気もこれ先行き不透明なので、生活防衛、皆さんこういったことをしながら取り組んでみてください。しんぽいさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。